アムパワー軍は、タイ中部、サムトソンクラーム県の軍の一つ、旧称バーンチャーン。アムパワーとは、マンゴ園という意味である。アンパワーとも。ラーマ二世公園アユタヤ王朝時代、アムパワーの近辺は、クエンバーンチャーンという名で知られていた。クエンバーンチャーンは、小さなコミュニティで、農業や商業を中心になり立っていたと考えられている。 プラーサートトーン王の時代の記録に、ここにタラートバーンチャーンと呼ばれる史上があったことが記録されている。ラーマ一世の妻、アマリンの誕生地としても知られ、アマリン妃の親族には、後のの1913年7月15日な、バーンチャーンの名前が可視された。また、ラーマ二世の生誕の地でもあり、生誕地には、ラーマ二世公園がある。群内には、メイクロン川が流れており、 軍内の一級河川となっている。交通は国道325号線が南北に通っており、南にサムトソンクラーム方面、北にダムヌンサドワックと通じている。ココヤシザボン、ーシなどの果物類の生産が盛ん。軍は直接海に面していないが、海に近くエビや魚の養殖も行われている。軍は12のタムボンに分かれ、 さらにその階に96の村がある。停車バーンが一つ設置されており、一家のようになっている。また軍内にはタムボン行政隊が11設置されている。ありがとうございます。